1750年代に、ダービーで作られたビスク像、ダービー時期が作られ始めたのは18世紀前半だが、誰によって厳密にいつ頃始まったのかは今日でも、憶測の息を出ない。19世紀末時点でまだ残っていた、最も古い製品には、制作された場所と年の証として、ダービーもしくは、ダービーシャーという一と、1751年2月3日、 という都市が記されていた。ウィリアム・デューズベリは1756年にアンドリュー・プランシェ、ジョン・ヒースと共にノッティンガム・ロード工房を開いて磁気制作を開始したが、ダービーにおける磁気制作がそれよりも先んじていたという点は重要である。アンドリュー・プランシェが取り、猫、犬、羊などの像を焼いたウッドワードの釜1780年頃に作られたブリタニア像。 ウィリアム・ルーズベリー自身が記したメモより、1750年代初めには、ダービーにおいて非常に高品質の磁器が継続的に製作されていたことがわかっている。その地の製品がいかに高品質だったかは、ロンドンで有名な放浪職人となっていたルーズベリーが、坊やチェルシーの磁器像よりも、ダービーで製作された磁器像の購入にかなり多額の金を使っていたことから、 明らかである。当時は、白く滑らかに艶出しした時期を卸業者が、各所の工房から買い集め、ルーズベリーのような放浪職人に送って、放浪や、彩色の最終工程を済ませるということが多く、行われた。しかし、ダービー工房が印刷媒体で言及されるようになったのは、ようやく1756年12月になってからで、ある。それは月に数回発行される。 パブリック・アドバタイザーという新聞の広告で、ダービー時期工房が講演するロンドンでのオークションに参加するよう読者に呼びかけるものだった。興味深いことに、このダービー時期工房なる表示には何の問い合わせ先も記されておらず、おそらくはこのイベント用に特別に仕立てた名称と思われる。単なる古代広告に見えるかもしれないが、この広告は工房を第二のドレスデンと称し、 その製品の高い品質を紹介している。もちろん、この品質の完璧さは、非常に長い製造工程の最高点を示しているのであり、かつ、1757年の某やロントンホールの工房ならば、同様の広告で工房の最高級品であることを歌ったであろうに、この年次セールの広告にはそれらしい文言が書かれていない。投稿のアンドリュー・プランシェは、 ダービー時期工房の先駆けとしてよく引き合いに出される。1745年頃に作られた小ぶりの時期像とロッジレインに住んでいたという非常に貧乏な外国人の話はプランシェに返すべきものかもしれない。しかし研究者が指摘するところでは1745年の時点でプランシェはまだ17歳に過ぎなかった。後年のロイヤルクラウンダービーの成り立ちにおいて プランシェの存在は非常に重要である。しかしそれはサラ・ドゥーズベリのような人々によって過小評価され、他にも彼の実在を疑う人々によって疑義を呈されてきた。とはいえ、ウィリアム・ドゥーズベリに放浪の技術を教えなかったのは確かであるが、プランシェが実在の人物である証拠は存在する。第二のドレスデンを関する実機工房にとって大きな競争者となったのは、 コックピットヒル工房だった。あるスリップウェアのティグに、この器は、ジョン・メールが1708年に作ると記されている。ことから、この、ダービー工房は1708年頃には、すでに完全に創業を始めていたと推測できる。この工房は1780年に破産し、その際に出された、競売の広告から、時期を制作していたことはわかっている。 放浪製品についての言及はないが、当時の高い需要からして、それらも製作していたことは十分に考えられる。あるいは、放浪関連の製品は1750年代後半以降、ルーズベリの工房が完全に引き受けていたのかもしれない。1758年に、ジョン・ラブグローブなるものに出された逮捕状から、コックピットヒル工房の所有者は、ウィリアム・バッツ、トーマス・リベット、 ジョン・ヒースだったとわかっている。ヒースは銀行家で後年のティンガムロード工房の設立に出資している。リベットは国会議員で1715年と1761年にダービー市長を務め、工房の共同所有者たちが浮遊、かつ地元の名士だったことがわかる。しかし、ノッティンガムロード工房との競争は命取りだったようである。1772年ですでに、 コックピットヒル工房の製品はクイーンズウェアの模倣であるが、その品質はスタッフ,フォードシャアのオリジナルに及ばない。と評されるほど品質が低下していた。1785年、コックピットヒル工房は完全に閉鎖された。ダービー時期に記されたインニーカ・ビムローズより、ありがとうございます。